ハロー YouTube、 すいません、スポーツ部活チャンネルの舘淳です。よろしくお願いします。今日はちょっとニュースにはなってないんですけど、ちょっと香港と台湾について話したいと思います。香港人の友人もいて、僕台湾人ので、一人の香港人の友人はまあ、香港こうちょっと中国の領土になってからこういろいろね、国際問題にも発展してるんですけど、で現地にもいるんですよ。僕友人の奥さんが香港の方で、香港でラーメン屋を香港にも結婚されてお子さんもいるんですけど、移住されて奥さんが香港人の、東京で出会ったんですけど、奥さんはロンドンの大学を出て香港の方なんですけどね、カナダにもいて、で東京に留学、ちょっとね短期留学した時に僕の友人と会って結ばれ結婚し、香港に帰られた。で僕の友人も香港に行って今ラーメン屋をやってるんですけど、香港の、結構ど真ん中で、割とこうセレブな奥さんだったんですけど、結構結婚したすごいね、すごいもう本当に裕福なですごいとてもね、会えばすごい親しくして、メッセンジャーとかでやり取りする程度なんですけど、そのねご兄弟の方も親しいんですけど、で結婚のパーティーも行ったり、お二人のね、こうね中国の軍に制圧されて、今ビルマ、ミャンマーも今すごい大変なことになっていて、で今度次は多分台湾がね、台湾も中国の、実質的には 領土なので領土っていうかね、で台湾人も僕すごい、今まで結構友人も Facebook なんかにも結構いっぱいいて、いっぱいいってわけじゃないですけど、今まで会ったりしたりね、ゲストハウスなんかで僕遊びに行ってたんで、そこで知り合ったりとか、沖縄と石垣島とか行くともう香港が目視できるんですよ。石垣島行くと、あ島がある、あれ何つって、あれ台湾つってぐらい目で見えるぐらい近くて、で台湾は前の会社でね、女性なんですけど、そういう親しくね、僕より全然若い方なんですけど、今も連絡、本当に友達ですよ、女性ですけど、すごいね素敵な方で、いろんなね国の話とかして、なんか2人なんかすごい2人でお茶とかも全然できるんです。僕はその全然本当にいい、すごい賢い方なので、いろいろいろんな話が聞けて面白いなと思って、もちろんね女性としても素晴らしいんですけど、日本語ペラペラでね、日本に興味持って日本の大学来て、日本の会社行って、転職された先が僕が前勤めてた会社のいた方で、すごいね、で今度今ミャンマーで全然ね、日本はミャンマーとも関わりがすごい強いのに、もう本当に医療従事者がなんか治療してる間に銃撃で軍に殺されたり、もう大変な状況なんですよ。ツイッターでその外国のサイトで見ると、もう本当にいたたまれないというか、でやっぱり日本人的ないじめも何でもそうなんですけど、見て見ぬふりするっていう僕たちの損じゃないかみたいなのが、やっぱり国際情勢的にもやっぱそういうのがあって、ミャンマーで起きたことは、あと今もうコロナ禍で結構なかなかね軍を出すとか、あと中国の問題があって、アメリカね、世界の警察ってやっぱりアメリカじゃないですか、中国が支配、ミャンマーを支配するとかね、あっちはアジアね、でここすごいすごい緊張状態が続いていて、日本の立場っていうか僕らもどう取っていいかみたいなところあるんですけど、政治家じゃなきゃ何もできないけど、でも声を上げれたりすることはできると思うんですよね。政治家ってなんで今こんな風になってると、高齢者の声を吸い取ってそれを政治にしてるだけなんですよ。政治家ひどいって言うけど、やっぱり高齢者は僕世代はまだ人口多いんですけど、若い人より人口多いので、60歳以上70歳以上って投票できるのでね、パイが大きい人たちの言うことを聞いてた方がいいので、だからこんな腐った
政治になっているって。であとまあ割と昔のバブル高度経済成長の時の人たちは自分たちも裕福だったんで別に政治家にも関与しなかったし、インターネットでこうやって暴露することもなかったんです。ただ単に知らなかった海が出てるっていう状態だと思うんですよ。でも今若い人たちはすごいボランティアをやってたり、国際的にね、あのまあ今コロナ禍で留学とかも減ったっていうのもあるんですけど、まあだいぶあの異国にも慣れてきて、すごいその興味のある優秀な人がやっぱり昔より圧倒的に多くて、あの僕もたまに出会う人がもう本当にあの世界のこととか、あの貧困層のこととか、まあすごい考えている若者が結構たくさんいて、まあ僕の世代ではちょっと考えられないぐらいいっぱいいるんですよ。まあそれは日本の教育はまあ良かったというのと、あとインターネットがこんだけ普及したので、テレビだとちょっとやっぱり頭やっぱりテレビばっか見てるとバカになりますよ。あのやっぱりネットで世界中の情報が一応見れることはできる。ただ間違った情報もたくさんあるけど、のでまあそういうね興味ある優秀な方が結構増えてきているというのは事実で、で次が多分台湾が標的にされると思うんですよ。あのやっぱり中国の領土なんで、でまあこれからどうすればいいかっていう話なんですけど、まああと台湾って僕あの名古屋出身で、台湾ラーメンとか、あの台湾とすごい名古屋って仲いいっていうか、生まれた頃からね、なんか台湾って中国の領土、僕はバカだったんで、台湾って何みたいな感じで、まあ中国だよねみたいな、世界史をまだ学ぶ前ね、普通に身近にあったんですよ。中華料理、中国料理、または台湾料理っていうのがすごい多くて、まあ東京もいっぱいありますけどね。で名古屋ってあの中日、なんで名古屋って、台湾の人も名古屋のこと結構知ってる人多いんですけど、なんで名古屋と台湾ってあの信仰が深いとか、僕みたいな名古屋生まれの深いかっていうのは、あの台湾ラーメンってなんでやるか、台湾ラーメンって台湾にないんですよ、名古屋にしかないんですけど、なんでかっていうと、あの中日ドラゴンズって野球のチームあるじゃないですか、そこがあの台湾のプロ野球の有名選手を昔必ず多分交流あったんでしょうね。あの台湾の一流プロ野球選手を日本に呼ぶときって、中日ドラゴンズが常にこう買ってたというか、トレードで入れてたので、あの台湾のヒーロー的なプロ野球選手が昔は結構ね、大砲とかいっぱいいたんです、各現地とかで、そういう人たちがね名古屋に居座るんですよ。そうすると中華料理屋とか始まって、で台湾の人もその中日ドラゴンズって、まあ、ドラゴンっていうのもなんか竜でね、中国っぽいじゃないですか、ジャイアンツとかマリンネナーズって、で名古屋ってちょっと中国っぽいんですよ。まあ韓国の人もすごい多いんですけど、名古屋って実は、まあ、すごい台湾と名古屋人って台湾に対してのなんつうの、生まれた時から結構台湾ってなんか行ったことある人ももちろん多いし、国際空港もあるし、すごい台湾って信憑性が強いというか、僕も台湾人のね、まあ、たまたまこう僕 の, あのモデル時代のマネージャーも台湾日本人学校出身で、今も友達っていうか仲いいんですけど、まあ、これ見てたらね、お茶しましょうって、また飲みましょうって言いたいんですけど、すごい台湾で育った人って本当にいい人多くて、でこれ日本がね、中国がもし台湾なんてすごい民主主義な国で、まあ、イギリスにも領土ね、日本も支配したけど、イギリスって英語がね、英語を喋れる人も多いし、まあ、文化的にも結構進んでいて、まあ、人柄も、まあのんびりというか、で女性もね可愛い人、いっぱいいるじゃないですか台湾って。女優さんも本当可愛いし綺麗な人、男の人もね、俳優も金城武さんとか、まあ、人はなんか香港らしいんですけど、実はあと今なんか、ね、台湾の野球のチュンチュンさんっていう、なんか YouTube で見たんですけど、モデルさんというか、すごく超可愛い30歳くらいのなんか話題になってたり、台湾と日本っていうのもやっぱ距離的なものも近いし、まあ、僕も身近に台湾を感じられるっていう環境だったんですけど、なんで、まあ、僕たちがね今度こうなった時にどうなるかっていう話で、日本の政治家もね、政治家自身もどうしようどうしようって感じで、あとビビリン国民じゃないですか僕ら、どうしようどうしようって感じなので、まあ、僕たちの民意をこう政治家の方に拾ってもらうっていうので声を上げた方がいいし、まあね、議員さんに会ったらそういうのを訴えるとか結構大事なことで、
ツイッターでつぶやくぐらいじゃハッシュタグってあんまり僕はあんまり意味ないと思うので、まあ、直接ね自民党の、ね、町の市会議員とか区議会議員の人にこう訴えたりっていうあのそういうのもやった方がいいかもしれないですよね。若い人はあんまりもう僕もほぼ政治にはうんざりしてるんですけど、まあ、その国際交流っていうのは今後絶対続くので、あの台湾とかね、あとタイとかビルアジアとはみんな仲良く したいですね。みんな皆さん どうですか、まあ、僕がそんな偉そうなこと言えないんですけど、まあ、僕はまあ周りの環境でそういう韓国とか中国とかもみんな仲いい友達もいるので、会えばねツイッターやソーシャルネットワークでもつながっているので、割とそういった視点で見る方なのでね、皆さんもね、あのもし身近でそういう人がいたら、あの、ね、声をかけてコミュニケーション取ってください。はい、それではバイ。